車くださいましてありがとうございます。このゴンドラは定員40名、秒速5メートルで運転され、山頂まで約4分で回ります。この鋸山は海抜329メートル、千葉県三名山のうち随一と称され、音に聞く鋸山に来てみれば阿波と関西を引き分けに行けりと歌われたそうですが、阿波と関西の国境を成しているところでございます。これより通過いたします。支柱の高さは18メートルでございます。この山は前座業界が3階で長い歳月の間空間侵食され至る海石洞窟があり、山頂の日本地形台は33万平方メートルの広大を誇り、千葉県指定の18章36景など数多くの秘境に飛び、また洞窟内には500羅漢と称される1553体の小石の仏群、さらには高く全長31メートルの日本最大の大仏も復元され、その他百尺観音、地獄のぞきのスリル、関八州、寸釣り州を一望に収める十四一段台の景観は多くの人々に称賛されているところでございます。正面に見えます垂直な岩肌は遠い昔より建築用石材として切り出された跡で、この石切りの歴史は山頂建物内にある資料コーナーに無料展示されておりますので、ぜひお立ち寄りください。この山は妙金山または羅漢山とも呼ばれ、この気泡は遠く会場に冒険され高校の目標とさえなったと言われます。まもなく山頂駅でございます。どうぞ山頂食堂石切り資料コーナーをご利用くださいませ。また名物の炭火焼き団子に地獄まん販売しております。ぜひお立ち寄りください。